自動券売機。自動券売機とは、自動販売機の一種。乗車券、特別急行券、乗船券、航空券、入場券、食券などの切符、チケットなどの券類を売る機械である。1926年、大正15年4月25日に、東京駅、上野駅において、入場券を取り扱うドイツ製のコインバー式、硬貨を入れ、 バーを下に強く下げると一枚券が落ちる方式のものが導入されたのが日本初と言われているが発祥は定かではない。その後、1929年昭和4年12月21日にはコインバー式で初乗り区間とその次の運賃区間5線及び1 0 0の2種類の乗車券を取り扱うタイプも通している。戦時中には金属を集めるため一時撤去されるが、 1951年、昭和26年3月に再登場した。戦後の1956年、昭和31年頃には、それまでの手動式から電動式へと移行した。当初のものは、一定金額を投入して、レバーを操作すると、あらかじめ印刷済みの切符、食券、商標類が提供されるだけのやや的単純な装置であった。現在においては、 タッチパネルなどで情報を入力することで、多種多様な切符や食券などが随時印刷出力、される多機能なものが普及している。その一方、鉄道では2000年代以降は、IC カード乗車券の急速な普及に伴い、機械の更新を行わず券売機の数を削減する駅も現れており、鉄道事業者によっては工事図する指定席券売機やチャージ機を替えで設置するケースもある。 県弁印刷に使用されるプリンタの印字方式はドットインパクト方式や間熱式などが用いられる。近年は保守の容易さから間熱式が主流であるが印字の耐久性に難がある。鉄道の乗車券用の自動券売機は1970年代以降大都市券を中心に普及が本格化した。これらの券売機は自動改札機の使用を想定して 乗車券表面への印字だけでなく、裏に塗布された磁気記録に対して、券片の情報を記録する機能も持つ。ほとんどの鉄道駅や一部のバスターミナルに設置され、主に短距離の乗車券類を販売する。1980年代以前は、その用途、短距離、低価格のチケットの販売から、高架専用の機種がほとんどで、切符の額に合わせた貨幣しか入らないものもあった。 2010年現在でも見られる。その後は効果に加え、紙幣は千円札のみ受け入れるボタン式が主流となったが、今日のように高額紙幣を受け入れて千円札を釣りとして払い出す。券売機はそれほど多くなかった。定額貨幣しか使えない券売機を保管するために紙幣の両替機が設置されるケースもあった。なお1970年代前半までは、 運賃が5円単位、特に承認運賃となっていた事業者もあったため、過去には5円効果が利用できる、券売機も存在した。1990年代後半以降のものは2000円札、5000円札、1万円札に対応し、1000円札のほか2000円札や5000円札を、釣り線として払い出す機能を有するように言った。ただし1970年代後半に登場した。 新幹線用の自動券売機、当時は自由席のみ、は、当初から、高額紙幣に対応していた。日本国外では、以前の日本のように高価しか受け入れない、券売機が主流だが、近年は、小額紙幣のみならず、全貨幣を受け入れるものも増加しつつある。う提携事業者が発行する、時期式、プリペイドカードに対応している場合、券売機で、 プリペイドカードを購入したり、プリペイドカードを挿入口に挿入して、乗車券類を購入したりできる場合がある。また、スイカやパスモなど IC 式、プリペイドカードに対応した券売機であれば、乗車券類、IC プリペイドカードの購入のみならず、プリペイド金額の積み増し、チャージ、IC カード使用履歴の確認、印字などができるものもある。いずれも、 当該事業者の旅客営業規則その他の約款に基づいて機能が提供される。前述のように当初の券売機は主に定額な乗車券を扱うため領収書は発行されないものが多かったが現在では現金で購入した短距離乗車券の領収書を発行できるものも存在する。また定期券自動券売機及び新幹線などの長距離乗車券類の券売機では ボタン操作で領収書の発行が可能なものが多い。なお、現金購入した、キップ類へ、収札時に無効スタンプを応印してもらうとでも、領収書と同様の効力を持つ。鉄道事業者が券売機に釣り線を誤って、装填する100円硬貨と10円硬貨を逆に入れるなど、ミスがしばしば発生しており、駅の掲示物やウェブサイトで告知されている。 券売機が機械化、電子制御される昨今、上述のような基本機能の他にも様々な付加機能が付くものも多い。日本では代金を投入してから、券種のボタンを押すものが多いが、日本国外では代金投入前に券種を選択する方式が多い。両方の方式に対応したもの、JR のタッチパネル式なども設置されていい。また、 代金投入前に剣種を選択した場合には、投入金額が乗車券類の代金に達した時点で、受け入れが中止されて、釣り線が支払われるものもある。また、旅客鉄道会社の一部の境界駅に設置されている自動券売機には、JR 会社区間を区別する機能を付加しているものがある、例、南小谷駅、辰野駅など、JR 発足当初は、 すべての境界駅でこの機能が付加されていたほか、境界駅に近い駅でも JR 他社区間を指定する機能が付加されていた JR 発足当初は JR の会社区間を厳密に指定しないといけなかったため、この県外機の場合は、現面に発見する会社と同じ路線の場合、会社線と表示され、異なる会社の場合は、鉄道会社線と表示される。さらに、 JR 八戸線の長縄市領サメ館の終日、無人駅では、八戸線内容と八戸駅経由青い森鉄道線連絡用の2種類の自動券売機が設置されている。地方の私鉄では、工術する食券用自動販売機が乗車券用に利用されていることがある。JR 各社で1990年代以降、マルスに接続され、 新幹線などの指定席特急券が発行可能な自動券売機が設置されている駅がある。友人の指定席券発売窓口である緑の窓口と異なり、発売している列車や路線などに制限がある。主に設置駅での発見頻度が高い列車、路線を扱っている。JR 東日本、JR 九州、JR 四国及び JR 西日本の端末では、 短距離区間の乗車券購入でも領収書 JR 九州のみ、宛名欄なしを発行することが可能である。また、各社のインターネット予約サービスで予約した切符の受け取り、エキネット、エクスプレス予約 E5489 などが可能である。私鉄の場合、有料の座席指定特急列車を運行している路線自体が少なく自動販売機があっても、 JR とは異なり自社の列車に限られる上、当日分のみで前日以前の前売り予約には対応していないもが多い。また前売り予約が行われている会社の駅であっても乗り換えによる当日のみの需要に限定されるため、ホームに設置された券売機では当日の近い時間に発車する列車数本分のみの初となっていて、前売りが行われているのは改札外の 切符売り場設置の券売機のみである。しかし、その導入は国鉄 JR に比べて早く、1990年代以前から駅での指定席券売機の導入を行っていい事業者もある。日本国外では特に長距離列車においては窓口発見が一般的とはいえ、駅構内に指定席券売機を設置する鉄道事業者のある国、地域もある。 定期乗車券は、乗車券に氏名などを書き込む、経路を確定させなければならないなど、普通乗車券と比べて、購入手続きが煩雑という理由で、長らく窓口のみの発売であった。しかし、技術の発達やコスト削減などのために、私鉄や地下鉄では、定期券発売駅、窓口の集約が行われた後、定期乗車券が購入できる自動券売機が登場した。 初期のタイプは過去に発行された休憩がないと購入できない仕様になっていたが新しいタイプは休憩がなくても新規購入ができるようになっているものが多い通学定期券のように証明書のチェックを要するものは新規購入する場合は自動定期券発売機では発売せず係員窓口で販売することが多いあるいは顧客が集中する新年度には係員が 自動定期券発売機の設定を一時的に変更して、その発売機で通学定期券を販売することもある。その場合、操作案内も兼ねて券売機横に係員が常駐し、証明書を確認の上、購入操作をする。継続で購入する場合は、通常の定期乗車券と同様に定期券発売機で購入することができるが、年度をまたいだ期間で購入するか、 新年度になって初めて購入する場合は新規購入と同様に証明書類を添えて窓口で購入することになる。取扱いは事業者によって異なるので購入前に確認が必要である。最近は1台で定期乗車券も普通乗車券も両方発行できるような複合機能を持ったものも登場している。しかし定期乗車券を継続する場合であるにも かかわらず氏名の入力を求められるなど、逆に不便になっているものもある。日本では、京浜急行電鉄で初めて複合機能を持つ自動券売機が登場し、今日では全国に普及しつつある。通常、継続購入の場合は、休定期限が自社で発行されていることが条件である。もし休廷期限が他社発行のものである場合、継続購入はできないので新たに、 新規扱いで購入することになる。この場合、新規通学定期券など、購入に証明が必要な定期券が購入できないこともある。新規の通学定期券として購入する場合、係員発売所のある駅に行かなければならない、鉄道事業者型。日本では、割引率の高い回数乗車券をバラ売りする、金券ショップが存在するが、 薄利多売によるビジネスモデルを形成するため営業時間が限られている場合が多い。営業時間の短さを補うため、一部の金券ショップでは自動販売機による販売を行っている。金券ショップは鉄道会社などから正規券を購入し、それを再販するため印刷発行式の機械は使用できない。そこでタバコや小物類の自動販売機を流用している。 キップ類を、タバコサイズのケースや封筒等に収め、それを販売する仕組みである。また、新幹線などの高額チケットを扱うものでは、5000円、紙幣や1万円紙幣にも対応している。そのため、ケースや封筒よりも大きくなる青春18、切符などは販売できないことが多い。かつては、食券といっても、試験ではなく、プラスチック製のプレートを払い出す。 自動販売機に近い券売機が広く使われていた。用意した数量分の食券を自動券売機に充填すれば残数管理もできた。一方で食材があっても機械内のプレートが切れてしまえば、券売機上は売り切表示となってしまったり、収容できるメニュー数や食券枚数が機械の物理的制約を受けるなどの欠点があった。そのような欠点を解決した。 印刷発行式の食券販売機が広く普及した。基本的な構造は乗車券用と同じだが、自費エンコード機能は一般的には不要である。鉄道用自動券売機の多くが、駅事務所室内からメンテナンスができる広報保守形式をとる。反面、小スペースを重視する食券券売機では全面保守形式をとっているものが多い。一方、 鉄道用には求められない半券付き食券類、発見機能、残数管理、時間別発見可否機能や販売管理機能が充実しているものが多い。券の材質は紙、臨時のほか、着色されたプラスチック製、プレート、色とメニュー種別が対応付けされているの場合もある。購入と同時に注文内容が厨房に連想されるオーダリングシステム連動イプもある。 施設等の入場券販売機に関しては、入場券そのものが記念品となることもあり、単純な印刷発行機ではそのニーズに応えきれない場合がある。そのため、ロール状の印刷済み入場券を指定サイズでカットして販売する機械も存在する。発展型として、その一部分に印刷可能スペースがあり、日付など、任意の印刷に対応する高機能機もある。 1000円札のみを受け入れる、券売機や、1000円札と2000円札を受け入れる、券売機では、効果のみを釣り線として払い出す機能を有するものが、ほとんどである。この場合、釣り線が1000円以上であっても、釣り線切れでない限り500円玉を、複数枚払い出すことで対応している。一方、5000円札及び1万円札をも受け入れる、券売機の場合は、前述の乗車券用と、 同じく紙幣を釣り線として払い出す機能を有する。鉄道用券売機向けに開発された技術が搭載されている機種もある。具体的には、非接触型 IC カードによる購入機能、効果の複数枚一括投入機能、効果紙幣投入口を低い位置に設置したバリア風設計などがある。一方で、地方の中小私鉄や JR 換算路線では、 鉄道用券売機より比較的安価な食券用券売機を鉄道向けに調整して使用しているケースが見られる。これらの機種では無人駅に設置されることを前提に防犯機能が強化されているものが多い。JR 西日本の岡山、広島エリアでは愛子家対応のタイプもある。馬券や車券、船券といった公営競技の投票券も場内や 場外施設の自動券売機、自動投票機で販売されている場合も多い。外観は銀行の ATM、現金自動預け払い機に似ており、販売時間を短縮するため、投票者はあらかじめレースや馬、選手番号、掛け式、単章、副章、連単などを塗りつぶしたマークシートを OCR に読み取らせて購入する、方式を取る。マークシートのエラー。 機械的な読み取り不良、存在しない番号をマークするなどのご記入などを修正するため、タッチパネル方式の液晶ディスプレイが内蔵されている。これと対になるものとして、適中投票券を払い戻す自動払い戻し機がある。同様に、銀行 ATM に似た外観で、適中投票券を挿入すると、払い戻し金、配当が払い出される。機能としては、CD。 キャッシュディスペンサーに近い。なお、近年は、自動投票機と自動払い戻し機の機能を両方有する、自動投票払い戻し機の設置が進んでいる。この券売機では、適中投票券の払い戻し金を、そのまま別の競争の投票券購入に当てて、波数は現金で受け取るといったことが可能になるだけではなく、最終レースの締め切り以降に、 払い戻し機能専用モードに切り替えることで、払い戻し窓口の混雑解消に役立っている。テレホンカードやプリペイド式乗車カードなど、各種プリペイドカードを販売に特化した機種もある。多くのカードの販売価格が1000円の倍数のため、1000円札の受け入れのみで、釣り線の払い出し機能を有しない、券売機か2000円以上の紙幣をも受け入れて、かつ、 紙幣の釣り線を払い出す機能を有する券売機が多い。50度数、テレホンカードの1枚販売、コピー機用、プリペイドカードなど、販売価格が100円単位のプリペイドカードを扱う、自動券売機も少数ながら存在する。この場合、効果の受け入れ払い出し機能をも有する。病院のレンタルテレビ用、プリペイドカードシステムでは、販売機ともに、退院時に使用する返金機と、 セットで設置されることもある。車内食堂など閉じられた空間で利用できるカードの券売機も存在する。その場合、追加チャージ機能を備えている場合もある。公衆電話ボックス内に1000円紙幣で105度数、1050円分のテレホンカードを購入できるシンプルなカード販売機が設置されていた時期があった。また、公衆電話が多数並ぶところや、 NTT 支店等で最大8種類のテレホンカードを扱える自動販売機も設置されていた。いずれも公衆電話の利用率低迷等の理由で設置台数は減少傾向にある。また KDDI スーパーワールドカードのような国際電話プリペイドカード用自動券売機が国際空港に設置されている。基本構造はテレホンカード券売機と類似しているが プリペイド式乗車カードの券売機では領収書の発行機能を備えたものもある。鉄道、バス用プリペイド乗車カード専用自動券売機は、前日の IC 乗車券への置き換え、及び乗車券自動券売機の多機能化で、急速に設置台数が減っているが、宇野自動車のように、車内にバスカード券売機を設置していた事業者もある。 高速道路のサービスエリアなどにハイウェイカードの自動販売機が設置されていたが、同カードの廃止に伴い撤去された。領収書発行機能を備えていた。日本の切手の自動券売機としては、1904年に山口県の発明家田原ラヤダカナが考案した、自動郵便切手はがき売りしたき、自動郵便切手はがき売り下げ機があるが、動作の正確さに難があり。 実用化には至らなかった。なお、この券売機は現存する日本最古の自動販売機として、低新総合博物館が所蔵している。一時期踏みカード対応の機械式機切って、自動券売機が全国の郵便局などに展開された。基本構造は、ロール状の印刷済み切手を販売枚数でカットして販売する。領収書の発行に対応し、 はがきが販売できる機種も多かった。消費税3%時代のはがき41円及び、市勢はがきへの調布に用いる41円切手、主に定型内郵便物に使われる62円切手、等は1円、ないし5円効果が券売機では扱えないため、10の倍数の金額となる、枚数単位での販売となっており、41円時代のはがきや41円切手は10枚、単位。 62円切手は5枚単位での販売となっていた。10円切手などの当然に1の位の波数がない金種の切手等は1枚単位で購入可能。また、はかりを備え、郵便窓口にある機械同様の郵便消紙メータースタンプを印刷発行する券売機も存在し、消紙販売機と呼ばれた。消紙は日付が印刷され消印の代わりになることから、設置箇所は 原則郵便局内に限定され、発行後は当日中の投函を要した。印刷式券売機の普及に伴い、同一の切手大使に金額のみを随時印刷する方式なども試された。その後、踏みカード廃止、コンビニエンスストアにおける切手類販売の拡大など、情勢の変化もあり、多くの券売機は撤去された。海外においては、機械式で、 コインを入れると切手が出てくる券売機が普及している都市もある。国に対する支払いのための収入印紙や地方自治体への支払いのための収入少子について役所などに自動券売機を置いて発売しているところがある。多くの場合、手続きごとに手数料額が決まっているため、券種ごとに発売するのでなく、あらかじめ手数料額に合わせてセットで販売されている場合が多い。 大学等の教育機関によっては、証明書の発行申請等の折に、窓口での現金受受を行わず、手数料相当分の証紙、その教育機関のみで通用する金券で、いわゆる職権のような紙片の場合と、金額が記載されたシール状のものとがあるを発行する、券売機を設置しているケースもある。召子を申請書に添付あるいは申請書への調布が、 なされた状態で申請及び手続きが実行される。純不動を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。